はい、こんばんは、タカです。今のドルは今年の最安値付近、かなり際どいところにいることにはなるんですけども、その割には動きの方がすごく小さいです。買われるにしても売られるにしても、もう少し上下に振ってもいいのかなというふうにも思うんですけども、そもそも動きの方が小さいです。とはいえ場所は場所なので、油断はできないですね。しっかり見ていくしかないかと思います。今日の動きを振り返りたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。この青いラインが今年の最安値ですね。1月につけた最安値、今はこの手前でレンジ相場を作っていますけども、昨日の動きですね、これをレンジからの抜けと見るかどうか、個人的にはこれで抜けと見るのは少し早いのかなと思うんですけども、ただ大事なのはこれ抜けたかどうかの判断ではなくて、いろんな目線で相場の方を見る人がいるということはですね、抜けたと見る人もいれば抜けないと見ている人もいる、しっかりブレイクしていれば全員が抜けたという認識で相場の方には参加してくることになると思いますけども、現在はまだそういった状況にはないと思います。平たく言えばわからないんですよね。ではどう判断していくのかというと、いろんな目線で相場の方を見ている人が今は参加している、これで十分だと思います。現状まだ何も決着ついてないんですよね。例えば今日の動きを見ても、昨日の日足の高い安すらまだ抜けていません。これでは判断のしようがないですから、例えばもっともっと短期足で相場の方を見ていくとまた違った景色が見えてくると思います。例えば昨日今日で安値を2回試していますから、ダブルボトムで見ている人もいるでしょうし、高値から見ていけば切り下げている動きにもなりますから、ショートを見ていくならばこの切り下げを使ってドルショートを見ていく、こういった目線で相場の方を見ている人たちもいると思います。今大事なのはこういったブル派とベア派の存在というのをちゃんと確認して、そして決着がつく瞬間、そこには相場が動き出すきっかけとなるポイントがあったりもしますんでね、その瞬間を逃したくはないですね。ですから見ていくしかない。現状今日に関しては昨日の高安抜けていません。レンジの底値圏ではありますから、ショートを見ていくんならば相当慎重に、買いを見ていくんならばレンジ加減ですからロングを見ていくのはありですけども、その場合はサポート割れたらどうするか、決着がついていない中に飛び込んでトレードをしていくんであれば、そのあたりの準備は必要になってくると思います。少し難しい動きになってますけどもね、個人的に僕はこのレンジ相場を継続で今は見ています。ということはレンジの加減ですから、若干のロング目線、ドル買い目線で相場の方は見ていこうかと今は思ってますけどもね、ただこれに関しては1時間後2時間後考え方は変わっているかもしれませんね。今日はまだ対処動きしてないですね。せめて昨日の日足の高安、このあたりは注目をして今日は見ていきたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。今日目立つ動きをしているのがこの5ドル。むちゃくちゃ強いですよね。ですからこれに関してはもうチャートの方でしっかり見ていかないといけないですね。対ドルで見た場合、対円で見た場合、これだけ強いとかなりの上昇になっていると思いますので、これが直近の高値を抜けていたりしているのかどうかですね。環境が変わっているのかどうか、これはチャートの方で見ていきたいと思います。あとは今週先週あたり注目しているこのユーロですけども、ユーロも強いんですよね。ただ今日に関しては一服、ただ売りが出ているわけでもないですね。動いていないという感じ。いわゆるユーロはもう調整局面ですね。ですから日足はチャートは強いですからね、下のサポート探しということになってくるかと思います。東京時間で注目するのはこのあたりですかね。あとはドル円に関してはもうほとんど動きないですね。動かない環境というのはもうチャートからも明らかです。この中に飛び込んでトレードをしてもなかなかうまくはいかないと思いますんで、しっかり動き出すのを待ちたいところではありますね。このあたりを踏まえながら各通貨を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。そもそも週足はこの辺りのレンジ相場として僕は見ていたんですけども、このレンジの中にさらに小さなレンジが見えてきてますかね。この辺りで見てもいいと思いますし、この辺りで見てもいいと思います。レンジができるということは、言い方を変えればブルベアの攻防が出ているということ、何のための攻防なのかですよね。僕はこの下にあるサポート、このサポートの攻防なんじゃないかと思っています。強い流れを見ていけば上昇トレンドは見えてくるわけですよね。押し足でまだ割っていません。正しい高値から見ていけば売りのトレンドも結構強く出ています。この期間に関しても2、3週間今もかかってますから、なかなか戻りの高値を抜けてこないといった状況もあるんですよね。こういったブル派目線でもベア派目線でも見ていける相場、そもそも今のチャートすごく難しいんですけども、その中で今は小さなレンジを作り出しています。だいぶ値動きの方がもう煮詰まってきてますんでね、そろそろドカンと動いてもおかしくないように思いますけども、現状まだ何も結果というのは出ていません。わかるのはこれ下の方に抜けてしまえばすごく大きな波の反転が見えてしまうということ、4月から続くサポートを割れてしまうということですからね、大きな流れになってもおかしくないとも思いますし、当然ロングを持っていくんであればそのあたりの警戒は必要ですよね。準備は必要だと思います。ショート目線で見ていくんであれば現状はレンジの加減ですから安値圏です。ということは大事になってくるのがこの下に抜ける動きですよね。サポートを割ってこないとなかなか売りの流れを見ていくのは難しい環境ということにもなります。それまではやっぱり突っ込み売りは避けたいところ、戻り売りを意識していくということになります。
戻りの壁はまあこういった小さなレンジで見てもいいと思いますし、一回り大きなこのレンジで見てもいいと思いますし、最終最後はこの大きなレンジ。ただデイトレードをしていこうと思えばこの辺りをバックにしてしまうと値幅がかなりあります。100ポイント近いですかね。ですからまあこの辺りをバックにトレードしていくというのは現実的ではないかなと。となると今はこの小さなレンジを見ていくことになるんじゃないかと思いますね。高値は109円であったり109円の20であったり、この辺りがショートを見ていく際の基準となるレートということにはなってくるかと思います。ロング目線の基準はこの大きなレンジの下限ですね、 108.4。 現状は前日の高安も抜けてこない動きになってきてしまってますから、この中に飛び込んでトレードをしていくというのはなかなか難しそうではありますけどもね。この小さなレンジを意識してトレードをしていくか、しっかり抜けを待つか、どちらにしても今のドル円というのは少し扱いづらい動きにはなっていると思いますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ここ4日間ぐらいで見てもレンジ相場がもうはっきり見えてしまってますね。であればまあトレードしていくんならこのレンジを意識したレンジトレードということになりますかね。上限では売り、下限では買い、この小さな枠で見れば 108.6 から109までの動き、ただすごく小さなレンジ、すごく小さな世界の壁になりますから、いつ抜けてきても何もおかしくないですからね。これに慌てないようにはしたいですね。今日の動きを見ても全く動きないですよね。奴隷に関してはこういった値動きになりやすい環境だとは思います。無理に判断してトレードをしていく必要は僕はないとは思いますね。様子見でもいいように思います。はい、こちらがユーロドル1時間足に冷やしを重ねています。ユーロがすごく強いんですよね。ドルが弱いというのもありますけども、ユーロにしっかり買いが入っているのがすごく大きいと思います。レンジからのブレイクが昨日見られています。かなり強いチャートになっていると思うんですよね。それ以前も強い上昇トレンド見えていますから、今日も高値更新を見ていきたい環境はあるんですけども、ただ現状そういった動きにはなっていないですよね。このまま引けてしまえば明日以降は調整局面を見ていくことになってしまいます。上値が重くなるということですね。まだ半日残ってますんでね、日足の終値でしっかり確認したいですけども、ただこの停滞感というのが出てくる可能性、これある程度想定はできたとは思うんですよね。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。その背景にはこの短期足の動きがあって、直近高値ね、まあ、ブレイクはしているんですけども、昨日の時点でも流れ一旦止まっているんですよね。ですから今日に関しては短期足はもう調整局面を見ていくということになります。ですからまあ少なくともこの高値付近でロング、これはもう避けていきたいですよね。下のサポートを探していくということになります。ではどのあたりがサポートの候補となるのか、例えば今まで壁になっていたところ 1.22 の30あたりは壁の候補として見ていくことになりますね。例えば昨日の動きを見ても一旦はバウンドしていますから、まあ、注目されるポイントではあると思います。今日も先ほど下を試したんですけども反発してますんで、ある程度意識はやっぱりされてはいそうですよね。もともとチャートの方は強いですからね、下のサポートを意識していきたいんですよね。ですから今夜に関してはこの辺りのサポートの強さというのを見ていくのは面白いと思います。ただしなんですよね、このサポート割り込みの結果になってしまった場合、安値更新の形も見えていますから、まあ、こういった短期的な売りを見ていくことにもなりますけども、これだけではなくてこれ上昇、抜けていく際にここ足場がないんですよね。本当はこういった重要なサポート、レジスタンス、こういったところを抜く手前では足場を作ることも多いんですけども、今回抜くための抵抗というのが全くないんですよね。行きに関しては抵抗がないのに帰りだけ抵抗がある、これもおかしな話ではありますんで、ですから僕は今ねここでできるはずのレンジ相場を今ここで作っているんではないかなと、そんな目線でも見てはいるんですけども、ただそういった根拠を崩れてしまうのはこういった足場の崩れ、割り込んでしまうと足場作りがそもそも崩れてしまうことにもなりますから、もう売りのトレンドが出てしまう、この辺りね足場がないですからサポートの候補となる場所も見当たりません。そのままストンと下の方に抜けてしまうかもしれませんから、ユーロドルをロングで見ていく、冷やしブレイクもしていますからね、個人的にロングは見ていきたいと思いますけどもね、その際のこのサポートの候補 1.22 の30あたり、この辺りを割り込んだらどうするかですよね。ここはしっかり考えてはおきたいです。目線としては押し目買い、冷やしのブレイクを一旦は信じて上昇トレンドをまずは見ていこうかと思います。はい、こちらがユーロ円1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円は個人的にすごく今手を出しづらい場所環境にあると思っているんですよね。高値圏のレンジ相場、このような形で見ていくんであればチャートはそもそも強いですけども、これをブレイクと見ていくかどうかは意見が分かれるところだと思います。前回のこのヒゲの部分も出来高多いですからね、この辺りを壁として見ていくんであればレンジはまだ抜けていないと見る人もこれは中にはいそうです。この強さの背景にあるのはユーロ買いですよね。ユーロがそもそも強い。であればね、まあ、強い流れが出ているユーロドルを見ていけばいいんじゃないのと思いますから、まあ、高値付近でのロング、これはちょっと避けてはいきたいですよね。では逆にショート目線で見ていくにはという目線になるんですけども、まあ、そもそも今これユーロものすごく強いですからね、ショートを見ていくということはユーロを売っていくということ。例
ただ今はユーロの強さが際立ってますからね、なかなかショートを見ていくタイミングというのは難しいように思います。売りを見ていくにしても慎重に。ユーロ円のチャートはすごく強いですからね、ショートを見ていくにもやっぱり慎重にはなってしまいます。クロス円ってすごく上値重たいんですよね。ですからそういった目線でのショートもありなんですけども、であれば強いユーロを見ていくんではなくて5ドル円やポンド円、このあたりを見た方がチャートの方は崩れていますから、よりショートには優位性はあるように思うんですよね。そういったことを考えていくとユーロ円、買いを見ていくにしても売りを見ていくにしても少し中途半端かなというふうに思ってしまいます。またレンジからしっかり抜けてくると環境も変わってくると思うんですけどもね、現状はなかなかそういった動きにもなってこない、今は様子見でいいんじゃないかなというふうに思ってしまいますね。ユーロの動向、これはしっかり追っていきたいですね。今週すごく強いですから、ユーロの動きを追っていきたいと思いますけども、ユーロ円に関しては僕は様子見ですね。ユーロをトレードしていくんであればユーロドルを見ていくことになると思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。昨日ドルは安値をつけてきているんですけども、ポンドドルを見ていくと全く動きがないです。このあたりに少し僕は違和感は感じているんですよね。ドルが売られればポンドドルなんかは上昇圧力強くかかってくるはずなんですけどもね、上がってこないということはそれだけ売り圧力が強い、上値が重い環境というのがポンドドルにはあるんではないかなと。ただ今はドル弱いですからやっぱり流れ出てこないですよね。ただ環境として、じゃあドルが買われてくればどうなるのといったところは僕は少し気になります。ですから、こういったドルが弱い環境ではポンドドル、トレードしていくのは少し難しいように思うんですけども、例えば何かしらがきっかけでドルが買われる展開、相場というのは上がったり下がったりですからね、ドルに関しても下がらなければ上がってくるタイミングというのはどこかで出てくると思います。そういったタイミングになった時にポンドドル、これはショート少し見ていきたいなと思うんですよね。結果的に今レンジ相場ですから、このレンジは強く意識していく必要があります。例えばショートを見ていくにしても、この下の壁付近でショートをしてしまうと、抜けてくれればいいですけどもね、目の前の壁に対してボールを蹴り込むことになりますから、抜けなければ跳ね返ることも十分可能性としてはあると思います。ですからショートしていくんであれば現在の環境はしっかり把握はしておきたいですね。高いのか安いのか、これぐらいはしっかり見ていきたいところだと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。そんな中でね、あくまでレンジ相場ですから所詮はレンジなんですけども、このレンジの中の動きで見ても高値を切り下げる動きが少し出てきています。ただこれ下のサポートは割っていないんですよね。つまりこういった三角持ち合いで見てもいいと思いますけども、あまり僕こういった斜めライン引かないんで、じゃあどのように見ているかというと、値動きが煮詰まっているということですね。高値安値を抜けてこない、いずれどこかのタイミングでね、どちらかの高値安値というのは抜けてくることになると思いますからね、そうなった時に動きの方は出てくるかもしれません。こういった相場ってね、高安を抜けてもその先にまだ壁もあったりしますからね、値動きとしてはすごく難しい動きにはなりやすいんですけども、だからこそ抜けた後に戻ってきたりもしますから、値動きに反応して突っ込んだところのポジションを持たないようにしたいですね。しっかり戻りを待てばチャンスも見えてくるかと思います。だいぶ値動きに詰まってきてますから、もうこの中に飛び込んでトレードをしていく必要は僕はもうないように思いますね。決着を見ていけばいいかなと思います。きっかけはドルということにはなってくるんですかね。高安は注目をして見ていきたいと思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンド円もレンジ相場が続きますね。結局はレンジの中の動き、値動きを見ていくと昨日の高安もまだ抜けていません。いや、なんとも言えない中途半端な動きにはなっていますかね。このレンジ相場の中に僕は2つのレンジを別に見ているんですけどね、1つがここで、もう1つがここ。ただ最近の3日間の動きを見ても、この上のレンジからはもう少し抜けてきていますかね。新たにレンジ相場を作り出しているかもしれません。するとこのレンジのできている位置、これすごく嫌な位置なんですよね。レンジのど真ん中、例えばレンジの上限や下限で小さなレンジを作ってくれていれば、レンジの上限を抜けてくれば、これは大きなレンジからも抜きになりますから、綺麗にトレンドを見ていけたりもするんですけども、例えばここにしっかりレンジができたとしてね、このレンジからのブレイクがあったとしても、この外にはさらに大きなレンジがすぐに待っているわけで、抜けた先にもまだ壁がある。トレンドを見ていくには少し難しい環境のように思うんですよね。2つの大きな壁を抜けていかないとなかなか流れが見えてこない。まだ3日間ですからね、このあたりがレンジになるかどうかというのは分かりませんけども、今日も昨日の高安抜けていないですし、これ154円を行ったり来たりの動きなんですかね。こういった切り板を絡むような動き、こういったレートが注目されてしまうと離れても戻ってくる、抜けても戻ってくる、こういった動きにもなりやすかったりもします。どの角度から見てもレンジ相場が強く意識されてしまいますから、今のポンド円も見ていくんであればレンジになってしまいますね。大きなトレンドを期待してしまうと戻ってくるみたいな動きになってしまいますからね、見ていくんであればもう短期勝負、レンジトレードということにはなってくると思います。ただレンジというのはいつか抜けてきますからね、レンジトレードをしていくんであれば抜けた時にどうするか、この答えはちゃんと用意はしておきたいです。
ただこのレンジというのがかなりの期間になっていますから、週足なんかを見ても流れ一旦止まってしまってるんですよね。ですから個人的には黒線に関してはすごく上値が重いと思っていますけども、特にこのポンド円、やっぱり上値が重いなというふうに思っています。チャートの方は強い流れもあるんですけどもね、ただ週足を見ても上値が重い形が出ていますから、僕は下に抜ける動き、若干のショート目線で相場の方は見ていきたいとは思います。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドル今日すごく強いですよね。ではもうどんどん買っていけという相場になっていくのかどうかですよね。この5ドルチャートの方を見ていくと、結局はレンジ相場が見えていて、今日の動き、まあ、強い流れにはなっていますけども、結局レンジから抜けていません。ポイントは上は 0.78 で僕は見ているんですけどもね、 0.78 抜けてこないんですよね。これは以前にも超えたことがあって、ドルが弱い環境が出て5ドルがすごく強い流れとしては、いつ抜けてもおかしくなかった、まあ、この場面ですね。そういった環境もあったんですけども、それでも抜けなかったんですよね。では結果どうなったのかというと、これはもう失望売りなのか何なのか、まあ、背景というのは分かりませんけども、レンジの上限から下限に向けた大きな売りが出たりもしています。買いが入ってくるんであれば、ちゃんとした結果、例えばブレイクという結果が出てこないとね、継続した買いというのはなかなか出てこないと思うんですけども、ただ今の動きを見てると結果というのは出ていないですよね。これまだ冷やし閉じていませんからね、夜に向けてブレイクなんかもあったりするかもしれません。まあ、そうなればまた話も変わってきますけども、ただ今はレンジが見えていて、そして今の現在地はレンジの上限ですよね。ということはまあ高値圏ということになりますから、ロングは慎重に見ていきたい場所。最初にも言ったように、強い買いが入っているから買っていけとなるのかどうか、僕は個人的にこれではなかなか買っていけとはならないようには思うんですよね。ただ昨日の動きのように、このレンジの真ん中付近で何か動いてもね、これちょっと手の出しようがないんですけども、今回のように基準として見ているレートに近づいてきてくれると、トレードはしやすいと思うんですよね。ですから今夜に関しては、強い流れがあってこの上限付近での値動きになってくるんであれば、この辺りの値動きを見ていくのは面白いかもしれませんね。高値付近だから上値が重ければショートを見ていくのも面白いと思いますし、ロングを意識していくんであればブレイクはしっかり見ていきたいですけども、抜けてくれば面白い展開もあるかもしれませんよね。そういった分岐点に近づいてくれると、すごく相場トレードというのはやりやすいと思いますから、今はそういった動きになりつつありますからね、今夜に関しては少し動き注目をして見ていきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。すごく強い買いが入ってますよね。目の前に大きな壁がある、0.78 ですね。ここはもう日足の大きな壁、まあ今はちょっと売りは入ってきていますけども、ただ下から見ていけば上昇トレンド見えているんですよね。短期的には貯金高値も抜けていますから、すごく短期的な目線で見ていくんであれば、今は上昇トレンドを見ていくことになります。であれば押しがあるんであれば押し目買いをしていくというのは一つ面白そうではあるんですけども、ただこのあたりはレンジの上限ということで、まあ、環境としてはレンジの高値圏、そこが少し悩ましいところではあるんですよね。例えばここにダブルボトムを見ることもできますからね、ダブルボトムのネック抜けと見ていくんであれば、短期的な強い流れを見ていくこともできますからね。ですからまあ環境としては高値圏ですけども、短期の流れを見ていけば、下がれば買いが入りやすい流れというのもあるんじゃないですかね。となると高値圏だからといってすぐにショートを見ていくというのも難しいかもしれません。まあ、つまり冷やしで見た場合に、このあたり高値圏の持ち合い相場、そういったものがあるかもしれませんね。下がれば短期的な買いが入りやすい、上がれば大きな売りが入りやすい、こういったレンジが見えてくると締めたものなんですけどもね、そのレンジの抜けを見ていけば次の流れが見やすくなってきます。今日の5ドルかなり強い買いは入っていますけども、ただ現在は高値圏、買いはやっぱり慎重には見ていきたいですね。見ていくんであれば押し目買い、この短期的な動きを見た押し目買いですね。ちょうど今のこのあたり 0.77 の70あたりというのは、今まで壁になっていたところでもありますから、もしサポートされるようであれば、こういったレンジ色が強くなってくるかもしれませんね。下限が 0.77、 上限が 0.78、 まあひとまずは強い流れはありますからね。今夜はこの下のサポート探し、高値圏ですから、まあ相当慎重には見ていきたいですけどね、まずはこのサポートを探していくことになるんじゃないかと思います。はい、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル自体にすごく強い買いが入りましたからね、当然5ドル円も反発しています。ただこれ少し悩ましいのが、黒線全般ちょっと上値の重さというのを見ていましたけども、特に一番弱かったのがこの5ドル円。チャートの崩れというのは先々週から見られた流れではあるんですよね。今買いが入ってきていますけども、当然これサポート割ってないですからね、こういったサポートの強さというのを確認した買いなんであれば、もしかしたら波の反発はあるかもしれません。ただもうここには下落のトレンド見えてしまってるんですよね。ですから流れが一旦止まってしまうと、売りが入りやすい環境、つまり戻り売りですよね。そういったものが入りやすい環境はあるように思います。さらに前回この辺りで足場作っていますけども、今回もここで足場作り出していたんですよね。今回しっかり買いが入っていますけども、この波のサイズ感、レンジのサイズ感で見た場合、前回のこの足場と比べてもね、例えばここで流れが止まったとしても、これ違和感ないんですよね。
例えばまあ戻りの高値を抜けてくるとか、まあ、それぐらいの強い買いが入っていれば話は変わってくるんですけども、確かに今日は強い買い入ってるんですけどもね、ただまあ所詮はこの程度の反発と見ることもできます。短期的には強い買い入ってますから今すぐショートというわけではないんですけども、流れが止まってしまうとやっぱり売りは入りやすい、そういった環境かとは思ってしまいます。チャートの方はすごく弱いので、ただこの底根圏での動きに関してはやっぱり突っ込み売り警戒になってしまいますからね、戻れば売っていこうと考えている勢力、これはそれなりにいるように思います。ゴールドレーンは他のクロス線から比べても弱い流れというのは目立っていますから、どうしてもこの小僧目線というのはなかなか抜けないですね。はい、こちら週足を重ねています。週足も明日で閉じるんですけどもね、このまま買いが入ってくるんであれば確かに週足で見ても強い買いにはなっているんですけども、週足を見ても一旦流れも止まってるんですよね。今は週足で見ても調整局面、調整ですからサポートが見えてくれば買いが入ってもおかしくはないと思うんですけども、上値はやっぱり重いですよね。今の段階ではこの高値を抜けてくる波のイメージというのはちょっと持てないんですよね。どうしても高値圏のレンジそばになってくるんであれば上限からはやっぱり売りが入りやすい環境もあると思います。ですから今回、まあ、5ドルドルもそうですけどもね、買いが入っているんですけども、このまま流れが継続していればいいですけどもね、流れが止まってしまうと売りが入りやすい環境というのはあるんじゃないかと思えてしまいます。強い流れを見てのロング、決して間違いではないと思いますけども、ロングを見ていくんであれば流れが止まった後の動き、ここはかなり慎重には見ていきたいですね。5ドルに関しては戻り売りを見ているベア派の存在というのは至るところで見えてきます。今日はしっかり買いが入っていますけども、環境を変えるほどの買いでは今はないとは思いますね。はい、ということで、まあ、今日はほとんど動きないんですけどもね、その中でもこの5ドルの強さ、これが少し今は目立っています。ただそれでもまだ現時点では高値は抜けていない、重要な高値抜けていないんですよね。そこは慎重には見ていきたいですね。あとはやっぱりユーロですかね。ユーロには強い買いが入っています。昨日だけではないんですよね。まあ、継続して強い流れはあるんで、今の時間少し押しが入っていますけども、押し目買いというのは検討はしていきたいですね。ただこのあたりのサポートを割り込んで引けてしまうと言ってこいの形。例えば合成足のピンバーみたいな形ももしかしたら見ていくことになるかもしれません。まあ、そうなってしまえば高値圏のレンジは再度見ていくことになりますから、となるとこの辺りは高値圏ですから、まあ、今日はロングを見ていくのは全然ありだと思うんですよね。ただその結果下の方に抜けてしまう、レンジの中に戻ってしまった場合は、そのロングというのは引っ張るポジションではないですよね。ですからまあロングをしていくんであればその辺りの割り切りはすごく大事になってきます。現在はすごく高値圏ですからね、まあ、それでもロングをしていくということになりますから、崩れが見えてしまうと引っ張るのは危ないと思うんですよね。そこを十分に検討した上でロングはしっかり見ていきたいですね。あとはまあドルの動きですかね。ドルは昨日安値を更新してきてはいますけども、ただ個人的にはこの安値更新に関しては少し違和感があります。ドルが絡む通貨を全体的に見た場合、ドルが弱い環境というのがあまり見えてこないんですよね。ですからまあ個人的にはドル売りに関しては少し慎重には相場の方は見ていきたいと思います。まあむしろどこかのタイミングで買いが入ってきたりすると相場の方は面白くなってきそうですけども、まあ、もうこの辺りは予想の範囲から抜けないですからね、どうなるかというのは分かりません。値動きをしっかり追っていきたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。